めっちゃ綺麗な人に見えて。アリも喜んで歩いてる。本当だ。うん、さっき金庫に見てた。あ、そう。金の庫。それ見に行きたい。いいよ。うん、ちょっと連れてって。黄色っぽいなってないよ、さすがに。それは伝説上のものだったんじゃない？違うよ、本当に見たい。本当？本当な？これですよね。そう、売ったりされなりしないようにしてくださいっていう。あー、ちっちゃい恐竜みたいだね。うん、こっち見てない今、うん、こっち見てるよね。警戒してるね。えなんか逃げようと。やった。あー強そう。多いね。あれハシビロコだよ。ハシビロコじゃないけどさ、これがテガナビ。あー、そうだね。その通りだ。これがスジエビ。かな。この先に公園があるってことかい？はい。あっち行ってみようか。ほんとだ。これじゃない？来た。ん？さっき来た。あれだよ。アオサギ？うん、アオサギ。あ、ほんとかも。あれ？うん。これカナヘビじゃない？ついていけるかな？これカナヘビじゃない？ちょっと待って、動かないで。捕まえたよね。捕まえたいけどさ、捕まえられんの？捕まえるよ。無理だと思うよ。なんで？ちっちゃい恐竜みたいだね。めっちゃ軽い。じゃあ網でやる？あ、こっち見てない今。うん。こっち見てるよね。警戒してる。ねえ。なんか逃げようと。あ、逃げた。ああ。頑張って今動いたの？うん、行っちゃったね。なんで？うん、カナヘビそんな悔しいの？うん、でもあれを取るのはさ相当難しくなかった？大丈夫。でも一回取ろうとしたけどすぐいなくなってたよ。なんでカナヘビがいると思う？どう？この近く？じゃあ探してみよう。うん、カナヘビいたらもう何匹も取る。中に入らないですね。すごいじゃん。捕まえれた？じゃあ。わあ、なんか手あげてない？カマキリさん。手あげてる。ね。すごーい。じゃあこれ逃がすね。手をあげて、これ。こんな。一回これ逃がす？逃がしたんだけど。え、誰が食べられちゃうの？これ。あー、この中の虫さんを守りたいってこと？うん。あ、優しい。だから逃がしちゃうんだよ。優しい。だからこのカマキリは待って、強そう。口がすごい綺麗。うん、じゃあ逃がすよ。感動したね、アラビロ。アラビロ感動。勇ましい顔してたな。かっこいいな。でも優しいね、コウセ君も。あのハラビロカマキリ中に入れたらさ、何これ？ハチじゃない？ハチじゃない？うん、一文字せせり。かわいいね。ちょっと置いてみる。何これ、飛ばないの？シジミちょ。あ、逃げちゃった。お、まだ取った。今度はちゃんと取ったかい？元気な。いいシジミかな、これ。ね、上手ですね。いや、ありがとう。だってこれ、すごいじゃん、これ。そっくり。うん、喜んで歩いてる。本当だ。アリンコが空を歩いてるっていうね。現実じゃありえない。これすごいでしょ。このビッグキノコ見て。うわーっと。ね。あ、もうまただ。すごい。なんかすごく生えてるね、この辺り。
お腹空いたなとか喋ってんだよね、この鳥さんたちは。ほら、早くママ帰ってきてねとかさ、僕あの虫の幼虫が食べたいんだ、取ってきてねとか言ってんのかな、鳥さんたち。捕まえた。めっちゃ綺麗な人ね。可愛いね。やっとモンキショー取れたよ。生態系を壊しちゃうんだって、アメリカザリガニ。もともといたさ、動物をさ食べちゃったりさ殺しちゃったりしてさ、自然が変わっちゃうってことだよ。これからこれになって、これからこれになって、そう、元はこうだったのにこうなっちゃったって。これ誰も触れない。植物が減ったってことだよね。え、カメさんだ。こっちはキング。え、そうなんだ。ブランズルなんだ。あ、すごい綺麗。ね、綺麗だけど外来種なんだよね。ね、本当はいなかった。こっちもカメはすごいんだよね。え、このカメも？カメもアメリカ。はいはい。あ、そうなんです。よく、まあ、小さい頃縁日とかで緑亀って言って、うんうん、ありました、ありました。それで繁殖しちゃって、うん、皆さん買わなくなって池に放せばいい。かわいい。あのがどんどん今増えて、で自然に問題になってるんですよ。いろいろな食害とか。あ、はい、これですよね。そう、売ったりされなりしないようにしてくださいっていう。あ、かわいい。じゃあ夏の祭りだと、もう直接的にね、規制っていうかね、あれが少ないですね。なるほどね。確かに今は見ないかも。で、2015年にやりますよって言ってるから、余計に販売とかもね。何これ？長エビとヒエビ。ヒナガエビって、ヒナ…木が長いんだよね。そうなんだろうね、これ早いね。あ、かわいい、見て。ほら、一生懸命泳いでる。あ、これちょっと長いのがヒガナウ。これがヒガナウ。あ、そう、そうだね、その通りだ。これが、スジエビ。すごい、その通りだと思う。気持ちいいね、水辺で。うん、かわいくない？顔つけてないかな。うん、かわいい。これハシビロコじゃないけどさ、でもハシビロコ的な感じはしなくもないね。あれがアオサギなんじゃない？さっきの。違う、黒いから。あ、まあ、ハシビロコは確かに黒いグレーみたいな感じだけどね。もしハシビロコだとしたら、この下の魚を狙ってるんだろうね。綺麗で、なんか飲んだら美味しそうじゃん。飲んだ。え、ここって入っちゃダメなんじゃない？いいのかな？どうなんだろう。でもなんか入っていけそうな石ではあるよね。こう。生水だからダメだ。ああ、そっか、危ないか。綺麗な水だけどね。湧いてるよ、岩川。水がだよ。いないでしょ、鯉なんか。あ、いる、痛い痛い痛い。あ、本当だ、かわいい。うん、僕さっき金鯉に見てた。あ、そう。金の鯉。綺麗でしょ。金の鯉見たことないの？ないないない、綺麗、金の鯉。入らないでください。はい、うん、だから見てるだけで。かわいい。パクパク。あげると思って。あ、そういうことかもしれない。じゃあ後で僕たちについてきてみて。金鯉を見つけた方が。え、それ見に行きたい。いいよ。うん、ちょっと連れてって。いいよ。うん。ここにいたの？色ついてるやつ。そう。でもさ、これだと普通の鯉。黄色の鯉なんていないよ、うん。それは伝説上のものだったんじゃない？違うよ、本当に見た。本当？本当な？ここにさ、黒い鯉いっぱい。あ、でかい、うん。でかいやつ。でかいのはいるんだけどね。小さいのもいっぱいあるんだよね。うん、うん、あ、で、うん、赤いのはいたね、ほら。うん、
これ。赤い。赤いの綺麗だね。全然いないじゃん。たまにしか出てこない。みんな仲良く泳いでます。あれどこ行っちゃった？深い、そこに。いないな。見たことは本当のこと言ってるんだよね。うん。見たいね、その黄色と白のの。この池の長老の声。うん。長老声。ねえ。